米 FBI がボストンマラソン爆弾テロ事件で使用された圧力鍋爆弾の一部と推定している圧力鍋の破片圧力鍋爆弾は圧力鍋の内部に爆発物と雷管を仕込んだ即席爆発装置の一種21世紀に入ってから2006年ムンバイ列車爆破事件2010年ストックホルム爆破事件2010年タイムズスクエア車爆弾事件 2013年ボストンマラソン爆弾テロ事件、2017年マンチェスターアリーナにおける爆発物事件など多くの事件で使用された。圧力鍋圧力鍋爆弾は比較的容易に製造することが可能である。必要な材料は爆発物自体を除く大部分を簡単に入手でき、デジタル時計、ガレージの扉開閉装置、携帯電話、ポケットベル、キッチンタイマー、 目覚まし時計などの単純な電子機器が起爆のために用いられる。爆発の威力は圧力鍋の大きさと爆発物の量及び種類に左右される。1986年に川共同中核派の圧力釜爆弾事件で押収された爆弾は黒色火薬約6キログラム円球数十個が入った圧力釜にコードリールとスイッチボックスが連結され、次元式ではなく、 発波方式で確実にターゲットを爆破することを狙ったものであった。パイプ爆弾と同様、圧力鍋内に密閉されることで、圧力鍋が破壊されるまで爆発のエネルギーが封じ込められており、これによって威力の小さい爆発物でも比較的大きな爆発が起き、殺傷力の高い破片が生じる可能性がある。 前日した中核派の圧力釜爆弾の再現実験では、マイクロバスの下に爆弾をセットして爆破したところ、マイクロバスは跡形もなく大破し、直径約2メートル、深さ約1メートルのロートコが生じた。2000年12月31日、フランスストラスブールでのテロ攻撃が警察により阻止された。この事件で10人のイスラム過激派が有罪判決を受けた。 2002年から2004年にかけて、アフガニスタン、インド、パキスタンでは、圧力鍋爆弾が、テロや井戸攻撃に広く使用された。2003年、アフガニスタンのカーアブル国際空港において、チェチェン出身のアブドゥッダーと名乗るテロリストが逮捕される、直前に、圧力鍋爆弾を起爆し、6人が死亡した。タリバーンはこの事件について、関与を主張した。2004年、 アメリカ合衆国国土安全保障省は、圧力鍋が井戸の製造に用いられることについて、米国各機関に警告を発した。2006年に、インドのムンバイで起きたムンバイ列車爆破事件では、圧力鍋爆弾の爆発により209人が死亡、714人が負傷した。ムンバイ警察によると、爆破は、ラシカレトイバと、インド学生イスラム運動によって実行された。 2010年夏、ザ・永久シェフによって書かれた、お母さんの台所で爆弾を作ろうと題する記事が、アルカアイダ関連雑誌のインスパイアに掲載されたが、その中では、圧力鍋爆弾の製造法がこと細かく、解説されていた。記事は、非常に効果的な爆弾を製造するための簡単な手法としてこの技術を紹介する。専門家は、これが、アンワル・アウラキによって考案され、 彼とサミール・ハーンによって編集されたものとみている。インスパイアの目的は、ローン・ウルフ型のジハーディを、ジハードの敵であるアメリカ合衆国と、その同盟国に対する攻撃へと借り立てることにあった。タイムズスクエア社爆弾事件で、容疑者の自動車に積まれていた圧力鍋爆弾の12010年代には、複数のイスラム過激派が圧力鍋爆弾によるテロ未遂事件を起こした。 2010年5月に起きたタイムズスクエア社爆弾事件では起爆に失敗したものの圧力鍋爆弾が使用された。爆弾を製造したファイサル社ハザードは終身刑を宣告された。2010年12月のストックホルム爆破事件ではイスラム過激派の自爆テロで圧力鍋爆弾が使用されたがこれも起爆に失敗した。2011年7月 テキサス州のフォートフットトン地に所属する米陸軍兵士のナーセル・アブドがアルカイダ系雑誌の記事を読んで圧力鍋爆弾を製造し米軍兵がよく利用するレストランを爆破しようと計画した容疑で逮捕されたホテルの部屋からは2つの圧力鍋と爆弾の材料が発見された彼は終身刑を宣告されたパキスタンでは2010年3月 ワールドビジョンに勤務する6人が遠隔爆破された圧力鍋爆弾によって殺害された。2012年10月、フランス警察はカシュルート食料品店への攻撃を捜査する中で、パリ近郊において即製圧力鍋爆弾とその材料を発見した。2013年4月のボストンマラソン爆弾テロ事件では2つの圧力鍋爆弾が使用された。 圧力鍋の中には釘、ボールベアリング、黒色火薬が詰められており、当初、爆弾はキッチン用のゆで卵タイマーによって起爆されたものと見られていたが、その後見つかった証拠は遠隔操作によって爆破されたことを指し示していた。犯人の一人、ジョハルツァルナー F は、捜査官に対して、インスパイアの記事から製造法を学んだと供述した。2013年7月1日、 カナダのビクトリアにあるブリティッシュコロンビア衆議会議事堂で圧力鍋爆弾による爆破未遂事件があった。2016年5月19日、ポーランドのブロツワフでバスの乗客が不審な荷物を見つけ、運転手がそれを車外に出したところ爆発した。死者は出なかったものの女性1名が軽傷を負った。 捜査当局は3リットルの圧力鍋の中に釘と硝酸塩爆薬が詰められていたものとみている。2016年9月17日、米ニューヨーク州ロワー,ーマンハッタンで爆発が発生し、民間人29名が負傷。爆発は圧力鍋爆弾によって引き起こされたことが判明した。他に少なくとも一つの爆弾も不発の状態で発見された。2日後、 ニュージャージー州で容疑者のアフマドハーン・ラハミが逮捕された。2016年にスウェーデンで判明したテロ未遂事件では、2010年のストックホルム爆破事件同様に圧力鍋爆弾が使用された。ありがとうございます。